ハロー YouTube、 こんばんは、エータちゃんです。はい、今日ね、お出かけしてきたんですけれども、なぜか、こんな夜中にお化粧直しを、していきたいと思います。まあ、お化粧直しって言っても、まあ、ちょっとね、買ったもののご紹介なんですけれども、まあ、こんな感じでところどころ、落ちちゃってますね。で、コンシーラー買ってきたんですよ。ドン・キホーテで。どこの？よくわかんないまま、買いました。お化粧品ってあんまり興味がないので、最近なんか、買い出したんだけど、みんなこれわかります？こういうところのメーカーの。で、こういうコンシーラー、買ってね、これがなかったんで、ちょっと使っていきたいと思います。こういうシミのところ。わかりますかね、このそばかすの。もうリキッドファンデーションも、こうやって落ちちゃったんだけど、この化粧のやつってこんなんでいいのかな。こう気になるところ。なんせね、お化粧の仕方を知らない女ですからね、マシッ。本当に見よう見まねで、いつもね、化粧動画、出してますけど、本当に基礎を知りませんね。なんかリキッド塗って粉はたいて、まあ取れなきゃいいかなと。高いファンデーションとか化粧品を使うっていう意識がないんですよね。でも、ドンキでこのコンシーラーも800円ぐらいかな、すっごい高いなと思って。で、最近買ったのがこうセリアの100均の、ファンデーション。このパフの方が高いんですよ、これ400円か。このパフで、その前に、何だっけ、セザンヌのラスティングチークって、これ本当にもう空っぽ、粉のやつを最初からやればいいんだけど、年中同じメイクなんでね。今日暑かったんで、お出かけしてずっとお団子を言ってたんですよ。で、もう落ちるに落ちまくって、こういうシワのちょっとほうれい線のところあるじゃないですか。こういうところっていうのは皆さんどうやって隠すんですかね。こういうさ、垂れたシワっていうのはさ、上がらないでしょ。逆に完璧にメイクしてる人に、聞いてみたいですね。眉毛も太いまんまだし、整えなきゃいけないんだけどね。私いつもこれアイライナーで、アイライナーで描いてるんですよ。アイブロウっていうのを使うらしいんですけど、アイライナー、これ落ちないんで、100均のアイライナー、目元と一緒に使うときありますね。まあ、これがもともとアイライナーなんで、これで描いちゃいます。いつも眉毛整ってますねって言われるけど、それでこれでこうやって、でもこれ本当は、あれだ、このケーキのアイシャドウ、一緒でやるやつ。紐が出てた。紐が出てた。あと暑いですもん、もう夏でしょうがないでしょう。まあ、裸じゃないで。で、これで、化粧品もいいですけどね。まあ、落ちなくてそれなりに見えれば私はいいと思うんですけどね。皆さんどうですか。安い化粧品でも落ちなくて、ね、それなりにこう見えるお化粧をすれば私はいいと思うんですけどね。化粧品の無駄遣いも私はあんまり賛成ではないんですけど。で、この前、韓国の、新大久保で、買ったね、
なんかこう、リコでも、テンポ効率、これが難しいんですよ、使い方が。いやー、あの若い子はすごいこう綺麗に見えるんですけど、なかなかこれね、あの味は甘くて、あのいい感じなんですけど、難しいですね、このテンポってね。もともとあの唇の血色があのいい方じゃないんですよ、あの乙女色っていうか、ね、あんまり唇の色がもう昔からコンプレックスで、あんまり綺麗な色してないんでね、あの唇の理想の色にならない。あの若い子は何画像マジックですかね、すっごい綺麗にね、こう透明感のある唇になってるんだけど、私がこう色素がこういうのでちょっとすごい、なんかこう猫が、うまくいったの難しい、やっぱり難しい。変な色になっちゃう、これティント、こういうタイプって難しいですね、使い方が。まあ YouTube を見る限り、なんかすごいみんなこう器用に手前だけやってるんだけど、このパッて、これがやっぱりやりすぎなんですかね。このねティントっていうのはね、ちょっと失敗しました。でも完全に綺麗にできない。それとも年いってるから唇のやっぱ影響でこううまくいかないのかな。こううまくグラデーションができなくて、まあ落ちないんでね、あのいいですけどね。で結局は最後にこうリップ塗って、まあ普通の唇になってしまうと。こんな感じで、ございます。で、マスカラはしないんですよ。マスカラはしない。まあ、してもいいんですけどね。すごい、顔の作りがね、どうしてもこう、派手顔になっちゃうんですね。だから私の場合は、もう、ここをやって、眉毛描いて、こう、目やって、もう、これで、うん。人それぞれだけどね、派手顔になるんですかね。うん。こんな感じで、前髪落として、裏向いてたんでね、もう癖がついてます。こんな感じ。でも口紅一本塗ったらすごい、なんか顔が腫れてるですね。はい、こんな感じで、見せてくれちゃう。じゃあね、なぜか、夜中に。お化粧直し、してみました。どうしますか、ティントはうまくいきませんでした。コンシーラーのご紹介と、一応ね、ティントリップの、ご紹介をしたつもりなんですが、非常直しという手でやってみました。たまにね、皆さん、髪の長い人、お団子をやってみてください。癖がついてね、外した時に、今、いい感じで、癖がつきますので、皆さんこうやってアレンジできると思います。はい、ありがとうございました。今日は、結局はお化粧直しという体で、こちらね、コンシーラー、ドンキーで買った、コンシーラーと、こちらのリップ、何にご紹介してみました。難しいですね、ティントってね。うまい、このティントの塗り方、知ってる人、まあ、若い人というよりも、私ぐらいの50代の人で、ティントリップが私はこういう風にうまく塗れるよって人はね、よかったら、動画上げてお知らせしてください。ね、なかなか、うまく、つけられません。それでは、どうもご視聴ありがとうございました。